ちゃう編集部のニャンパスです。今回は私ニャンパスが、まあ、あのブラックパンサーズとして出動いたします。はい、まあ、あの抽選もですねそこそこお客様いらっしゃってですね、まあ、今日もなかなか立ち回りが難しいかもしれませんけども、皆様に負けないようにしっかりとプラスを目指して頑張っていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速ブラックパンサーズ行ってきます。スタートです。おはようございます。さあ間もなく抽選ですが、一旦足元見てもらっていいですか。私がいるところで260番、まあ、ちょっと今日はですねあの平日ということもありまして、まあ、いつもよりか若干人数は少ないかなと。まあでも260名くらいいらっしゃるということなので、まずは抽選からしっかり頑張っていきたいと思います。いきます。おはようございます。あーまた両番ありがとうございます。目の前の人が250番とかやったけん26番、そこそこ何でも取れる。ちょっと打つ台はあの考えたいと思います。行ってきます。おはようございます。おはようございます。お願いします。さあどこに行こうかな。あーじゃあちょっと角2ぐらいにしておきますか。一旦まずはこの台で朝から頑張りたいと思います。はい、では早速打っていきたいと思います。まあ、ちょっとですね、あの前回私 の, あのブラワーパンの収録の時もリゼロスタートだったので、まあ、ちょっとどうしようか迷ったんですけども、一旦あのやっぱり設定が分かりやすいこちらの台からスタートしていきたいと思います。ちなみに今日ですね、あの朝の並びは300名いないくらいだったんですけども、あの一番最初に埋まってたのが暇でした。マジですか。で、あと置き時計、そしてこのリゼロが、今埋まってるのかな。さあ今ですね200です。さあまずは最初早いところで欲しいですけども、
からん。
危ない、ヒヤヒヤさせて、お手がいい、やってる、そしたら行くか、あ、チャンスパターンですね、さっき負けたけど、はい、では移動してきました。2台目がこちら番長3です。はい、まあ、あの打つ理由なんですけども、今ですねちょっと動かしてもらってもいいですか、上に、まあ、まだそんなに回ってはいないんですけど、初当たり3回引いてて、まだ300超えてないのかな、履歴が。なのでまあちょっとですね、まだ回ってませんし、番長もあの台数もしっかりありまして、かつあの設定状況もね結構あのいいので、普段からまあ一旦これで2台目頑張っていきたいと思います。スタート。
中です。
でそれ確定です。
ここからはちょっとですね、見た目ではわからないので、いや、ボーナス引いて終わりたい、せめて。ここです、ここです。だね、3,556枚と大勝利で終わることができました。まああのですね、中身なんですけど、リゼロはもう移動してるということなので、あの設定的にはちょっと期待はできなかったんですが、まあ、2台目移動した、まだ全然回ってない番長3の方で、通常ボーナス絶頂、そしてチャンスチェリー2回と、まあ、そこそこ設定差のあるところを引けましたので、まあ、正直確定と出てないから、もしかしたら引きの可能性はあるんですけども、全然設定的にも期待できたんじゃないかと思います。はい、まあ、今日はですね、比較的お客様もあのそこまで多いというわけじゃなくて、移動もできましたので、まあ、立ち回りとしてはしやすく、まあ、こういう立ち回りを見せれて本当に良かったと思います。まあ、次はですね、どのブラックパンサーズが来るかは分かりませんが、一応来月またですね、私も収録予定なので、まあ、引き続きこのブラックパンサーズを見てもらえるとありがたいです。では最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。